バイト辞める、うん、もう学校大学行かないっていうんだったらちょっと出してもいいかなって。森田先生の条件の方には乗りたい、はい、森田先生お願いします。うん、じゃあもうバイトは辞めるということで大丈夫ですか。今連絡してもよろしいですか。おお、はい、じゃあ今回ですね、はい、やってまいりました。はい、見事に、まあ、条件付きオールという形だったので、はい、じゃあまず山口先生に受験相談やってもらって。そうですね、どんな感じなのかちょっと聞いてもらいたいと思います。はい、坂上さんお久しぶりです。お久しぶりです。条件付きオールおめでとうございます。ありがとうございます。で、お金をね、まあ、どういうふうに使うかっていうところで、まあ、一応武田塾に入りたいっていうところはお間違いないですか。はい、なんかね、こっちからね、武田塾にこのお金使ってくださいってなったらちょっとね、寒いんで、あの本人がね、もともと希望だっていうことで、こちらとしても選んでもらったからにはしっかりね、返したいなっていう気持ちはあって。そうです、やらせじゃないですかね、綺麗じゃないですか、勘違いじゃないですか。はい、まあ、僕もやっぱり、早稲田で人生変わった側の人間なんで、早稲田に入って、やっぱり人生変えてほしいなと。まあ僕、やっぱりそれでいろんな方にやっぱり感謝してるので、坂部さんにもぜひそれを体験してほしいなと僕は本気で思ってます。なんで、まあ本気で受かってほしいというわけで、今日撮影日がどれぐらいですか。今週間ぐらいですかね、うん、でもう急遽ちょっと時間を作ってもらってね、うん、森田先生も忙しいんですけど時間作ってもらったんで、しっかり今日は面談乗っていきたいと思います。はい、え、結局バイトはどうなったんですか。バイトは辞めるっていう連絡はしたの。はい、しました。その日のうちにして、はい、今月の夏期講習で終わりということになりました。はい、そうですね、まあ、バイトとあと大学に行かないということを条件に森田先生から投資を受けるというようなことなので、え、バイトのシフトとかあるの。どれぐらい入ってるんですか。週に9ぐらいですね。週9ぐらい。週9コマですね。9コマか、そっか。9分の1だったらおかしい。毎日9コマです、ね。毎日9コマ、はい、え、すごっ。え、1日9時間ぐらいってこと。そうですね、授業する時間は9時間ですね。マジか。え、それ労基上どうなの。やばい、やばい。あ、バイトだからいいのか。休憩すれば、まあいいか。ちょっとごめん。よいしょ。週6、バイトは週6で、8月中だけ ?9 月はある?ないですね、8月中。8月中のみですね。OK。まあ、とはいえね、勉強時間は絶対ありますから、はい、そこはちょっと取ってもらわないといけないんですけど、あと大学はどうなんですか、結局は。まだ、あ、もらってないんですけど、もう休学したいですっていう旨は伝えてますね。うん、あ、それはどこに伝えたの。大学、親。親にも伝えても、大学にも伝えました、ね。あ、伝えたね。OK、はい、OK。大学休学と。まあ、大学はちょっと休学しないとなかなか仮面ローンきついですよね。そうですね。まだ8月中バイトはまあ1日9コマっていうめちゃめちゃ過酷なんですが、ただそれでもやっぱり勉強を開始しないといけないので、今日ちょっと2人で話し合ってやっぱり早めに受験相談したいなってことで今日組みました。え、もう勉強自分なんか始めたりするの。はい、始めてますね。うんうん、今は自分で持っている参考書、多分シスタンとかポレポレとか、うん、ヴィンテージ使って、うん、主に英語を中心にやってますので。おー、え、ポレポレとかやってんの。ポレポレやってん。確かに山口さんがポレポレ毎日一緒に読んでたっていう動画を、うんうん、そう、ポレポレ一周してました。はい、はい、それを受験生の時に見せたので、うん、今もそれはやってますね。おー、なるほどね。そうか、まあとはいえこうしっかり理解してやらないともちろん意味がないから、はい、で、あとまあ今回その英語はね、英語に関してはプロフェッショナル、プロ中のプロがいますから、ここに森田先生のちゃんと監修もあるわけですよね。そうですね、ただもうこれでもポレポレに関してコメントする、はい、それはいや、これこれに関してコメントは求めてないです。共通テストなんでね。そうですね、そう、早稲田のスポカ志望なんで。え、スポカ一応単眼にするのかな、これを。一応単眼で考えて、単眼で考えて、はい、OK。 スポカが共通テストで英語と国語と小論で、まあ小論は協定じゃないけど、はい、でいくと。わかりました。数学やってないんだもんね。数学やってないです。 OK。 で、共通テスト今何点なの。解いてきまして。おお、うん、いいね。では収録後、収録の後に解きました。お、英語リーディングが63点。はい、なるほどね。リスニングが68点。うんうんうん、で、え、リスニングの方ができるの。リスニングの方が、うん、そうです、できるかなっていう気がします。おお、なるほどね。63点でポレポレやってんのか。ねえ、ちょっとやばいですね。ちょっとどうすかこれは。プロ講師からして。原文が、うん、原文最初が28点。評論がってことね。はい、そうです。で、2つ目が37、古文が27。古文が27で、漢文が37です。37ね、うん、129かな。なるほどね、全部6割、うん、そうですね。なるほど、6割ちょいぐらいですね。で、これ確か半分なんだよね、配点が。で、200が100点になって、英語でスポカにする。そう、スポカにするとね。で、あと小論だよね。で、小論はやったことある。早稲田の小論はしっかり解いたことはあんまりないです、うんうん、なるほど。え、小論文自体書き方とか学んだことある。はあります。はい、それは、まあ、え、どこでどういうふうにやったの。
高専の編入を受けるための小論文を予備校に通ってその編入を経験した方に実際に、まあ、SNS 上で採点してもらったりっていうのはありますね。その原稿用紙の使い方とかそういうしっかりしたものとかやったりする。原稿用紙の使い方っていうのはあんまり習って、小論文本当にもう基礎の基礎みたいなはもうそれはなかったです。なかったか、そうか、OK、まあ、一応添削は受けてたと。はい、うん、それはじゃあ個人で受けてたと。そうですね、個人で受けてた。じゃあ小論文も基礎だな。なるほど、わかりました。うん、かなり素材としては良くないですね。ちょっとね、申し訳ないけどね。だから、まあ、まず去年はなんか8割ぐらいだったって話ですけど、スポーカーが。ただまあ、もうこれ9割以上はもう取らないと、もうかなりきついですよね、今年はきっと。いや、もうバレちゃったから、多分多くの人がね、うん、受験するんじゃないかなって言われてるんで、はい、そうですね。8割じゃ怖いですね。うん。やっぱりまあ、9割、9割と取って、はい、で、小論も。ちゃんと書けるようにして、どんなタイトルが来てもそのある程度最低限は書けるように、その足引っ張らないようにはちょっとしたいなと、まあ、相当小論の才能がない限りは、はい、うん、っていうところですよね。それで、まあ、手堅くまず共通テスト9割を、まあ、目指していくと、はい、うん、で今は8月なんで8、9、10、11、12、1月、まあ、まあ半年弱、はい、うん、で9割、はい、森先生これいけますかね。いや、まあ共通テストだけだったら ね全然そうですよね、いけると思うんですけど、うん、でこれちょっと時間しっかり使ってもらえれば、しかも竹田塾まあ変えるんであれば、トライアンドエラーはしっかり PDCA というか回せるから、はい、うん、試行錯誤はできるんで、ちゃんとそうだね、時間だけちょっと確保してもらうっていうのを酒井さんにはお願いしたいです。はい、で、まあ、だから9月以降はもうずっと時間あるのかな。そうですね。そうだよね、これいけるんじゃないですか。あ、そうですね、ずっと時間があるんだ、うん、ね、そうそうそう、まあ、こっちももちろん、まあ、受験未曽有だから、まあ、こっちももちろん全力でやるし、坂井さんもしっかり自分の人生変えるために、はい、夢変えるために、はい、ちょっと頑張ってください。頑張ります、はい。あとは本当に共通テストだけでやるのかっていうね、こういわれるスポカ一本で本当にここだけでやるのかっていう、はい、まあそうですね、あと人格受けるかっすよね。いわゆるこれだと他のとこ共通テスト利用でいけない。そうですね、国2科目で共通テスト利用ってかなり危険なんで、はい、はい、そうなんですよね。普通の受験相談に来てたらこれは進めない、はい、どう考えてもどう考えても進めないんですけど、まあ、今大学すでに今東京経済大学通ってるのと、とにかくスポーツ系学びたいってことなんで、はい、はい、だそこだよね、そこどうする。まあスポカ以外はあまり考えてなかったですね、うんうん、でスポカ、まあ、もし、ね、一応万が一のことを考えてダメだった場合にどうするかっていう人生、はい、また来年受けるか、うん、まあ、またそのまま統計で通い続けるかですね。うんうんうん、来年受けるってのは正直ちょっと今年の、はい、なんかこの熱も下がるし、はい、まあ、来年受ければいいかみたいな、そうなるから、うん、そこはちょっと、まあ、まあ分からんけど、その人生的にね今後あるかもしれないけども、そこはもう一旦断ち切って、だって今年いけるから、だってレベル的には、はい、時間もあるし、いやこれが今もね12月とかだったらもうちょっと話は、はい、まあまあまあってなるけど、今から狙えるからもう一回受験するってのはもう一旦なしだね。はい、うん、なしでした方がいいと思うんですけど、そうですね、もう一発勝負、そう、それでさらにこれ一発勝負になるんで、そこがまあ怖いんでね、はい、そう、共通テストの時めっちゃ熱出ちゃったとか、はい、確かに、なんか、ね、まあ、国立入試みたいな感じになってるわけです。そうそうそう、うん、それがね怖いは怖いんで、うん、まあ、その辺のこともおいおいは考えていかなきゃ、まあ、とりあえず共通テストじゃあそうですね、まあ、そう、英語と原文がとにかくできるようにならないと、まあ、もしかしたら例えばじゃあ、まあ、10月とかからまあもう1科目入れてもいいかもしれないですね。そうですね、もしかしたらね、うん、はい、それで、まあ、人科目予想みたいな、そうです、社会科目入れてっていうのは、うん、はい、嫌なんです。世界史が本当に苦手で、うん、好きなんですけど、うん、え、日本史は？もうほとんどやってなかったですね。やってないね、初学なのね、うん、はい、うん、そうか、なるほどね、うん、どうですかこれ、じゃあビシッと山火先生、まあそうですね、今年も、うん、もう今年スポーカー単眼で行って、うん、で、まあ来年ももしね、来年ダメだったらもう東京経済大でなんか別の資格目指すとか、はい、もうそこでまあ別の人生歩むっていう、まあ、もしくはスポーツだって別にそれこそ自分でじゃあ体鍛えてなんかジム行ったりとかなんか、はい、やり方あると思うんですね、いろいろ他にも、はい、そう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 、じゃあもう本当に共通テストと小論に、はい、特化した、そうですね、はい、まあ、8月中はそんな時間は取れないけど、まあ、参考書ぐらいはねちょっとルートで決めていきたいと思いますんで、はい、はいはい、でもいやもう竹田塾でやっぱ管理する塾だから、はい、もう余ったれたことは言わず8月もこれをやってねってのは絶対やってもらうし、でかつそのテストも最後、まあ、9月に入ったら入塾したらちょっと受けてもらうから、はい、うん、だからもう8月中にこれはやってねっていうのはもうしっかり課題として出すので、はい、もうそれはもう絶対命がけで、ね、はい、終わらせてきてください、はい、今ちょっと寝ないでやれっていう言いそうになっちゃったちょっとやばいですね。ちょっとやばいんで、さすがにね。じゃあその辺のことを今からね、はい、やっていきますんで、まあ、はい、おいおい楽しみにしておいてください。追ってはいきますので受験をですね。はい、はい、部長ありがとうございました。何やるか何も聞かされてないですね。
え、まあ、私のチャンネル見たことありますか？もちろんです。みんな聞かされたことなく問題とかされますからな。第2回全頭共通テストもしてあれ英語教えてるんじゃなかったでしたっけ？教えてますね。